今回はビジターです。私が勉強したのは、こちらの結城友さんの本で勉強しました。なので、多分にですね、結城さんのハンドリングが、現れております。お楽しみください。まずですね、赤いクイーンと、黒いクイーンがあります。でそれと、一組のトランプを使います。まずですね、お客さんに1枚のカードを選んでいただくんですけれども、今回は、例えばこれにしましょう。ダイヤの3で、こちらにサインをいただきます。こう適当に、こうですね、見えますか。さあ、でこのカードをこうクイーンで挟んだわけですね。こういう状況です。今、黒いクイーンの間に赤い3ハートの、ハートじゃない、ダイヤの3、3入りのカードがちょっと裏向きにしてサンドイッチ状態、こう間に挟まれている状態にしていきます。でさらにこれをこちらのカードの中に入れて、中でもどこかで挟まっている状態を作ります。で加えてちょっと触れないように上から箱を置いていきます。今からですね、先ほどのダイヤの3がこちらの赤いクイーンの間に入ってきます。でよくご覧ください。入ってきます。でもう一度ダイヤの3が元に戻ります。1、2の3で消えて、